はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回はですね、かなり癖毛が強いみたいで、これはね、アイロンで今モデルさんがスタイリングしているので、タイトになってますが、通常通り乾かしてしまうと、かなりうねりが強いモデルさんなんですね。そこで、癖毛をですね、ムササビジェルプラスというトリートメント、新しいトリートメントで癖をちょっと抑えてですね、いって、長さをちょっと切って、耳後ろの癖毛の部分をカットで、癖毛カットをし、そしてイメージを、顔周りのイメージなんかをちょっと変えていきたいなと思います。顔周りの癖も結構強いので、そこもですね、今ちょっとこれだとアイロン入れてるんで分かんないんですけれども、その辺を改善していきたいと思います。ちょっとはっきり今日はあまり決まってないので、ディスカッションしながら切った方がいいかなと思うんで、これちょっと後ろにも止めましたかね。どの辺がいいですかね。ちょっとそのスタイル作るんだったらこの辺はいらないですか。ね、ちょっと映ってるかな。この辺はいいということなので、ちょっと切りますね。熱いと切っちゃいますけど、結構重めのスタイルなんで、これだけ長いと思うんですね。これ今 R シザーで、上からコン、内巻きにイングラを作りながらコンベックスでカットしました。今、はい、もうちょっと短いですけどね、後ろの方で、うん、これもうちょっと来たっていうんですか、うん、この辺は、うん、もうちょっと行っちゃう、うん、はい、じゃあ切りましょう。じゃあここもうちょっと行きます。で、逆にこういう場合はもうフォームでガンガン溶かして切ると逆にカットラインがなじまなくなるので、癖生かした方が、で、今ここが内巻きに入ってればまあほぼ同じぐらいの感じなのかなっていう感じがするんですけど、で、ここがもうちょい短くていいのかな、これ。そうです、なんかちょっと長い、下にここは長いちょっとこれを上げましょう。はい、R2 スニングで上げちゃっていいですかね、この辺とか。もう長いか。で、その毛がどこにあるかっていうのを確認して、そのラインで、はい、ちょっと探りながらやっていくので、はい、ここに R2 を入れて、で、顔周りちょっと重いんで結構癖毛があるので、はい、バック R2 で上げます。前髪ってもうちょっと軽くしてもいいですか。前髪もここに癖があって、はい、すごい扱いづらくて、あ、重くして、重くして、あ、なるほどですね、はい、逆に重くすることも必要なんですけど、逆にこういう場合はどうするかっていうと、一つ方法があって、いつもやってる方法なんですけど、まず一回均等に癖の状態も踏まえた上で、今こういう風な感じで癖はあまり感じさせられしない感じで下ろすことが一応できるという感じです。ちょっとこの耳後ろだけ重さ取ろうかなと思ってるんですけど、ここにテイクセイング若干入れます。サイドは入れなくて全然大丈夫なので、バックにテイクだけ若干入れます。で、この辺に軽さが出るのでちょっと変わると思うので、この逆も入れます。お、ごめんなさい、それ、はい、逆をテイクセイング入れますね。ムササビジェルプラストリートメントっていうのをちょっとやっていきたいと思います。まだちょっとムササビジェルが発売前なんですけれども、ムササビジェルが、まだちょっと未定なんですけれど、進化版というかな、進化版なのか分かんない。はい、で、今これ全体にムササビジェルプラスをつけたんですけれども、この状態で、タオルでちょっと押さえていきます。これで、乾かしていきたいと思います。矯正ではないので完全には癖はちょっと伸びないんですけど、少し落ち着いた感じになると思うので、ちょっと前側に向かうように乾かしていきたいと思います。で、ヘナジェルヘナウォーターをつけて乾かします。まずヘナウォーターをつけます。はい、こちらですね、ヘナウォーターをつけていきますね。はい、こちらがヘナジェルをです。つけます。はい、4プッシュぐらいですね。毛先中心につけていきます。結構癖って強いんですか？あ、かなり強いんですか？あ、そうなんですね。
前側から乾かします。リモは見たかったな。あ、でもアイロンかけないともう出れない感じで、くせ毛っぽい感じ顔してないけどね。くせ毛っぽい顔してないけど、あ、そうなんだ。なんか、まあ、下の方はいいんですけど、はい、顔周りがとにかく気になるから。顔周りも出るね。絶対アイロンかけます。あ、はい、それは大丈夫。はい、大丈夫。そうなんだ。はい。ああ、よかったですね。まあ、多少時間ないときは、まあ、ね、強制見たくはならないですけど、はい、もうこれぐらいになれば、だいぶ違うんじゃないですかね。はい、ムササビジェルプラスでここまで収まることを、一応収まります。このぐらいに。で、前髪の癖があったんですけど、ムササビジェルプラスでこれは今取れてるので大丈夫かなと思います。ただまあ伸びてだいぶカットラインずれたところはちょっと今これから修正入っていこうかなと思ってますね。でテイクで取ったので、あとはここからはスクラッチですね。まあ長さはちょっと後で決めるとしてスクラッチです。なんかウェイトがここが特性の感じなのかわかんないですけど、ここがちょっと長く見えちゃうんで、ウェイトの関係で。こういう時は、まあ、今ちょっと適当ですけど、こんな感じになる感じですね。それはこうですね。まあアイロンも入れてないので、今ちょっとそのまま乾かしただけですけど、こういう感じで。ここ結構軽くなったと思いません？この辺。そうだね。結構軽いよね、うん、これくらいだったらちょっとすっきり見えるし、ここの感じをちょっと見せますけど、これでちょっと合わせ鏡にしちゃって、これを見てくださいね。これこうですね。このぐらい、うん、何もしてない状態で、まあ、ここからちょっとスタイリングするんですけど、このぐらいはできるんで、